おはようございます。今日もよろしくお願いします。さあ今日もですね、いろんなものをですね、キンキンこと貯金ぶち込んで飲んでいくキンキンシリーズ、これをねやっていこうと思います。よろしくお願いします。さあ今日もね、コメント紹介からですね、連日登場ですね、かけるさんとカムイさんになってます。サントリーのゾーンっていうエナジードリンクをねやってみてほしいですってリクエストになってます。ありがとうございます。今日で、ね、5日目で昨日までにね4本飲んだんですけど、やっちゃいましたね。ディープダイブの缶をね、ゴミで普通に捨てちゃいました。うわー、やってしまった。まあしょうがないっすよね。で、5本目ですね、今日やってくるのこちらです。ゾーンの、トランスっていうね、すごいなんかね、カラフルな色してますけども、こいつやっていこうと思います。さあ今日もキンキンに凍ったジョッキ登場です。キンキンに凍ってます。さあ入れていきましょう。よいしょ。あー、喉乾いた。うわ、ジュースみたいだ。匂いもいいな、これ。パイナップル系かな。うわー、なんでしょうね、トロピカルな感じがしますね。じゃ飲みますか。ゾーントランスですね、行ってみたいと思います。いただきます。乾杯。冷た。寒っ。うわ、この味初めてだな。あ、うわ、ちょっと酸味があるかな。何の味やこれ。オレンジ、変わっとるなこれ。オレンジベースですね。でこれもあれか、アレルギー特定原材料などでオレンジって書いてますね。オレンジってアレルギーなんですね。今一応成分を見ると、エネルギー、カロリーもしっかりあって、カフェイン 75mg と。オレンジだけの味じゃないぞ。それがあれか、エナジードリンクのすごさか。オレンジだけの感じじゃないんですよ。すっげえなこれ。じゃあラストいっていきます。乾杯。うわー、うわー、変わってますね。はい、お疲れ様でした。ガブ飲みしましたけども、これ最初ね、僕原材料見ずに飲んでます。これ何の味ってなりまして、で、まあ、見たらオレンジだと。二口目ですね、最初飲んでる感じはオレンジがわーっと広がるんですけど、後味全然違うんですよ。行ったことない海外で初めて飲んでみたオレンジジュースみたいな、そういった感じの味してましたね。結構ねこれ不思議な感じのする味だったので、もしね飲んでみたくなった、気になった方いらっしゃれば、ぜひね試してみてください。あー、これね、ディープダイブの缶もここに並べたいな。買ってこようかな、もう一回。で、残りがですね、こちらにある4本と、もう1本ね、ポチりました。マッドハッカーってやつがね、もう1種類来るんで、残り5本ですね。なんかないのやだな、買ってこよう。ローソンにあったかな。まあ、残りですね、まだこう飲む順番も決めてないんですけども、引き続き飲んでいきますんでね、よかったら次回の動画もぜひご視聴よろしくお願いします。はい、では本日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。今日のやつはね、不思議な味してましたよ。ぜひね飲んでみてください。